愛と空白の凶暴は、松本清張の短編小説。女性自身1958年12月12日号に掲載され、1959年7月に短編集、新眼の森収録の一作として、中央公論社より刊行された。過去4度テレビドラマ化されている。勝野秋子の夫、俊吾は、各月で大阪へ出張していたが、京都、 下鴨の旅館で休止した。秋子は旅館へ向かい、夫の亡きと対面する。女将や女中たちの振る舞いは、事務的で、冷たさを感じたが、部屋の係り女中の言葉は優しく、温かみがあった。そのことがあって一年が過ぎ、秋子は、暴風の同僚である、福井修二と親しくなり、関係を持った。罪悪感にさまれたが、秋子の感情は、福井修二に傾斜する。 そんな中、福井修司の九州出張に秋子はついていくが、1959年9月4日、KR テレビ系列の山陽テレビ劇場枠にて放映。1961年1月2日と1月9日、TBS 系列のナショナルゴールデンアワー枠、松本成長シリーズ黒い断層の一作として2回に渡り放映。1966年3月22日、 関西テレビ制作、富士テレビ系列の松本成長シリーズは国手放映。1988年9月12日、関西テレビ制作、富士テレビ系列の月曜サスペンスは国手放映。視聴率16.5%。ありがとうございます。